ラシマキタスタジオ。はい、ということで、ポータル前回の続きからやっていきましょう。失敗するとペナルティが課せられるので注意してください。チェンバーの床に接触すると死後公式テスト記録に好ましくないと記録が残ることになります。頑張ってください。死後、え、死んじゃうん？08、うん、なんか怖い表示いっぱいある。これ何、これ何か飛んでくるの？これは上から落ちてくるでしょ。なんだこれ、溺れるのかな。え、水みたいなものがあるってこと？うん、これ何、ん、これなんだ、何かを禁止なんだ。ケーキじゃない隣これ出てくることあんのケーキあるんだ。ここが、あ、これ右、何これ、あれかな、あの公園とかにある水がピューって出てくるやつを飲んじゃいけないみたいな、水飲むの禁止みたいなことかな。あ、なんかすごい色してる、よどんでるよ。ん？はい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 、ああそういうことか。あそこにとりあえず打つでしょ。あれで入って、でこっから出てくるよね。でつく、あれ、ホワッツ、あ、わかった、わかったかもしんない。みんな入って、あそこ打つ、通る、で、あれ？違うな、あ、で、これか、で入ったら、あそこ、あ、微妙に奥だ。ここか、この辺？これで合ってる？どう？あん？距離感が全然、あ、ごめんごめんすごい、思ってたよりすげえ向こうについた。あそこか、だからこっち通ったらあそこだ。これでどう、どう、 OK。 ん、あ、なるほど。で打って、とりあえず自分がここに来て、で落ちるとやばいから、で上、上ってこれ出てこられるのか。とりあえずここか。おー出れてるなんか一気に複雑になってませんか。すごい脳のトレーニングになるなこれ。結構なんだろう、モンストとかをずっとこの何年かやってて、まあモンストってすごいこう頭を使うクエストというか、プレイスキルを要求されるのもあるんですけど、結構俺運極作るのが好きなんですよ。なんで運極作るときってひたすら周回してるからあんまり頭使わなかったりするんでね。あなたに経験を積んでもらうための仕掛けだ、あえて危険にしてるんだよみたいなことか。ですね、ライオンの子供をこう崖から落とすみたいな、そういう試練の与え方ですかね、これは。行きましょう。いやークリア、脳が活性化されてる気がするぞ。よし、次が9かな。あ、ロード入りました。次が9かな。はい、やってきました。9、残念ですが次のテストを行うことはできません。え、どういうこと？解決の努力をしないでください。ん？
どういうことですか？解決の努力をしないでください。え？テストチェンバーの故障をお詫びします。故障してるの？ん？どういうことだ？これってでも、あれ許可ない人がここに通ったら消されちゃうんじゃなかったっけ？テスト環境の解決不能な問題について NDCMENT センターより再度お詫びを申し上げます。ん？ん？ん？どういうこと？実のところこのチェンバーは失敗でした。私なら今すぐ中止します。どういうことだ？私なら今すぐ中止します。でもずっとこう音声が流れてるってことは、やっぱずっとここで留まってて正解なのかな。一応ゲーム内では進行してるのかな、状況は。中止したからといって誰もあなたを責めることはありません。実際現時点では中止することが最も妥当な選択です。ほよ？どういうことでしょうか。今すぐ中止すればすぐにケーキをお出しします。甘いもので釣ろうとしている。ケーキ？あ、でもケーキの表示 あったよね。これこれ、なんか重要なアイテムなのかな、ケーキ。でも基本これってなんかこのステージにあるギミックを説明してるから、ケーキもギミックの一つってことかな。え、どういうこと？運んでいいの？行っちゃうよ。言いつけ守らずしちゃうよ。あれ？え？あ、消滅した。そっか。あれはこっちへ持ってくる許可が通ってないからってことか。え？こうやって、ああ無理か、撃てないか、さすがに。あそこに通すのかなと思ったんだけど。ん？関係ないよね。これをちなみに乗ると開くんだよね。ああでもダメだ。あー、そういうこと？あ、一応クリアしていいんだ、これ。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、むずいぞ。待って、これ開けるじゃん。こっち行くと消えちゃうんだ。で、こっちから出たら消える？で、こっちから行くと消える？消えない！みんな来たかもしれない、これ。あ、待って、間違えた、間違えた。撃つじゃん。で、一旦置くじゃん。で、待って、しくった。よくわかんないことしちゃった。よくわかんないことしてしまった。あれ？今俺何をしようとしたんだ。あれ？これでいいじゃん。あなたは極めて悲観的な状況においても才能と。え？どういうこと？さっきまで絶対解決しないでくださいとか言ってたのに。いいの？これで。いっちゃうよ。いや、あ！
ああ、よかったよかったよかった、よしよし。なんだよ、やってクリアしていいんじゃん。普通に待っちゃったよ。うんうんうん。よし、もう理解したかな。ご機嫌いかがですか。再度警告します。このテストをクリアするにはノイズ原理を、怖い怖い怖い、すごいノイズが入ってる。お銃、折り返した。どういうことですか。あ、ジャンプで乗れない、どういうこと。あ、ここにあるから、ここに行けばいいんだね。ジャンプ、はい。で、ジャンプしてボイーンつって飛ぶ。ジャンプしてボイン、ん？ん？あー！下はオッケーと、横がダメなんだ。はいはいはい、わかりました。で、つまりどういうことだってばよ。あっちに行かなきゃいけないんだよね。で、今ここにあるんだよね。ああ、そういうことか。こっからジャンプして入ってこういうことか。はいはいはい。あなたはポータルが前方運動量にどう影響するか、正確に言えばどう影響しないかを理解できているようです。ほう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 。なんか結構難しくなってきましたね、構造が。ん？なんだこれ？これどこに？降りるの？あ、違うじゃん。ここから飛び降りるんですよね。飛び降りるから。は？あ、そういうことか。で、あそこに上げるんで。で、降りると。あー、くそ！下手、下手、下手くそ！下手っぴだった。もっとちゃんと正確に降りないと。 I can fly！ あー、くそ、あれ全然ちゃんとくぐれない。ごめんみんな、3度目の正直決めます。いくぜ。わたー！え？全然く、え？今のでもダメ？全然くぐれない。なんで？ここから行くよ。ほっ！きた！運動量、つまり質量と速度から求められる値はポータル間で保持されます。わかりやすく言うなら、高速で物体が入ったら高速で出てくるということです。なるほど。あれ、なんか、サイコロ？ん？なんか、サイコロの目みたいなものがあるな。あ、で、さらにこっから高いところから降りるとより高い方に行けるよみたいな。あ、こういうこと？怖えな、いけっかな。やり直しでしょ、これ失敗したら。一発で成功させる！オッケー！やったぜ。順調順調。そっか、今あれだね、やっぱいろんなこの銃の使い方をレクチャーしてもらってる感じだから、あれかな、もしかしてもっと難しいステージがこの後いっぱい出てくるんだよね、きっと。今割と初歩的な感じだよね、これ。エンリシメントセンターでは危険な状況においては常にこのアドバイスを提供します。英語全然読めねえ。例えばこのフロアに接触すると死亡してしまいます。え、死ぬのこのフロアってどのフロアですか。明日のあれか。ちょっと待って待って、出て、まず出てくるところを確認しよう。え、
ほう。あん？うん？うん。あそこから出たら死んじゃうでしょ？ああ、あっこから出ても死んじゃうんじゃないの？違う？ちょっと待って、今考える。これって通るの？通らないよね。ここに、あれ？こういうことか。今通ったら死んじゃうから、一番唯一可能性あるとしたらこの見えないところですよね。あそことあそこは落ちたら死んじゃうから、ここだよね、今行けるとしたら。やっぱりね。で、いいでしょ。ああ、開いた。ああ、これ時間制限ありだ。そういうことか。分かった気がした。これで開けて、であっちに打ち込んで、でこっから入る。合ってる？でこれで見る、まず。でこっちに穴を開けた時に あっこに穴を開ける、そういうことだね。次かな。ここに穴が開いた時にあそこを打つ。いけ、おいしょ。で、あ、なるほど。それでここから出られるんだ。オッケー。あ、違う、ここじゃない。しくった。ここだ。よし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 。で、あれがあのオレンジのこの銃じゃない？これで手に入るんじゃないかな。もらいます。やった。オレンジ色のポータローセット。追加テスト規定の一環として面白い事実をお伝えします。はい。この装置は臓器や被験者の故郷の全人口の合計収入以上に高価なものです。え、めちゃめちゃ高いんだ。例えがやだな、なんか臓器の臓器で例えないでよ。で、あ、なんか装置がある。あ、これでオレンジがセットできる。あー、なるほど。これはなんだ。あー、いたいた。とりあえずじゃあそこに青を打つでしょ。そこに青を打って、あっちにオレンジ。こうすればこれでいいってことかな。オッケー。これ何なんだろうね、この下のすごい汚れてるけど。さあ、これで次のステージに行けるかな。大丈夫かな、下。よし、大丈夫だ。オッケー、クリア。やったぜ。お、ついに2つゲットしましたね。いいよ、順調順調ですよ。かなりかなり順調。お、あ、全然あれだ、穴ポータル開けられない壁だ。フリング、フリング、フリングって何ですか？フリングって何？え、それだけ？フリングノイズ、フリングノイズしか言ってもらえなかった。情報があまりにも。 What's
これでも階段があるってことはこれ飛び降りるんだよね。でどっかからポーンって出てくるんでしょ。知ってるよ、もう12か。あー見つけちゃった。とりあえずここ打つじゃん。で下にオレンジ打つじゃん。あー待って、もう単純な操作が下手くそで、打つ。あー、ごめんなさい。あー待って、無限ループ、地獄地獄、危な。これがパソコンゲーム PUBG しかやってないやつの操作性です。すいません。いきます。ほっ、下手すぎる。ちょっと待って、ごめんみんな、許して。こっから飛べばいいんだよなきっと。よし行くぞ。ほっ、なんでだよ。あー難しい、これが一番難しい。 謎解きよりこれが一番難しい。な、あれ、ちょ待って、ちょ待って、あ、え、あ、そういうことか。来た来たぞ。でん、で、あ、上か、さらに。うわーやだなこれ。もう一回成功させないといけないパターンじゃん。いやいや、むずいよこれ。いくぜ。ほっ、ほっ、来たー。よし、でん、あ、あ、なんか出てきた。ん、はん、もしかしてもう一回飛び降りろとかおっしゃってます？ここにじゃあやる。うんうん、え、マジでも見えないよ。あ、ここから、ここから、こ、あー、ちょ待ってー、くそー。もう一回か。ほっほっ、あーくそー、やり直し。やばい、これ一番むずい場である。あ、いいのか、こっか、あそこは出てくんのか。なんで、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 あー、あ、出てこられた、やった、あ、やった、なんだなんだ、優しい、優しい設定だ。で、上に打って、もう一回、もう一回行く。ここ！オッケー。で、ここに打って、で、下に、きっとなんかオレンジを打つんだな。そこにオレンジ。え？え？ん？どういうことだ？ん？え？どういうこと？下に作れない。ここでもない。ここに作っても意味ないでしょ？ここに作っても意味ないんですよ。ん？ここに1個は絶対でしょ？超当てずっぽうで撃ってとか、そういうこと？え？ん？ちょ、一回降ります。一回。ああ、そういうことか。これ最後作ったから、もう一回下降りなきゃいけないんだ。でこうか。おお、よし、いった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 、よしよし、いいぞいいぞ。でこれ持って、どうよ、
何がどうしましたか？開いた？なんかもう一回行くべき？あーてい！やり直しが効く仕様だ。ありがとう。それはすげえありがてえ。あー待って待って待って一回一回一回もう一回行くぜ。よし、これさえいけるわ。ほっほっ、来た。え、怖い。なになに、せいーって。パリピみたいな、ウェイウェイーって、パリピみたいな声出したけど、パリピだったのかな。ウェイーって言ってたね。よし、今んとこ結構頭使ったな。うん、13、全部で19か。両方のポータルがコントロールできるようになったので、次のテストは非常に長い時間がかかるかもしれません。喉が渇いてめまいを感じるようなら気絶しても構いませんよ。医療チームが来て消化薬とアドレナリンで回復させてくれます。なんか意外と S だな、ド S だな、この人パリピのド S だな。じゃあ13で、じゃあ一旦この回締めましょうか。ここクリアしたら締めよう。うわー、なんかむずそう。いよいよ難しくなってきたな。とりあえず、はいはい、一番楽な、とりあえず、で、はい、で、何かが、あれ？あ、上が開いたんだね。はいはいはい。はいはいはい。で、降りちゃっていいのかしら？とりあえず打っちゃっていいんだな。で、ここにあれを入れればいいから、上の、ここにオレンジ当てて、あそこに青。あれ？消えちゃった。うん、で上から来て OK で、これが動く、動くのはここか。え、あ、あれを取らなきゃいけないんだよね。じゃあ、ここでいいのかな。飛び込め。あ、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 危ねえ。あ、あ、落ちちゃった。怖い怖い怖い。で、取って。あ、ちょっと待って、ちょっと一旦おかしい。あれ持ってあそこの上に出なきゃいけない。どっちが先なんだこれ。ん？とりあえずあそこか。とりあえずじゃああそこにあげればいいのかな。はい、入った。はい、で、ん？で、どうなった？ここで、あそこが OK になった。もう一個は？あれ、もう一個はどこだ？まさか向こうのやつ持ってくるとか、そういうこと？そんなわけないよな。あれ、もう一個ブロックがない。ん？もう一個ブロックがないんだけど、どういうことだ？あっちのブロック持ってくるとかなのかな。そんなわけないね。戻ってみる？そんなわけないよね。こっちのブロック、ああ、こっちのブロックを、ああ、なんかそういうことか。なんとなく分かった気がするけど、
だからオレンジの、ああしくったな、これすげえしくったかも、ああしくったな。これでんで、もう一回向こう行かなくちゃいけないんだけど、どこからだ、ここか、こうして、はいはい、で、でも行けないもんな、どうしたらいいんだろう。あっちからだったら見えるのかな、ちょっと待ってね。じゃあここにして、違うか、向こうのやつを持ってくるんだと思ってるんだけど、ちょっと待って、パニックってきた。向こうのやつをどかすとここが閉まるじゃない、でもその状態でこっちに持ってこなきゃいけないんだよな。だからここに穴開けて、いや違う、今はそこがオレンジでしょ、だから今青はどこに開いてんだっけ、青こっか、オレンジは生かしにして、青を向こうのどっかにすればいいのか。どうしよう、大丈夫かな、いや違うな、そこだと微妙じゃないか、いやあそこ微妙だな、どうしたらいいんだろう、いやこれむずい、みんなめちゃめちゃむずい、そもそも合ってんのかこれで、あそもそもこ、いや違う関係ないか、ここで合ってんのかな、こうでしょ、で行き来できるようになって、でん、でここが向こうにつながってる、でこれをそっち持ってかなきゃいけない、でもここ降りちゃうと上登れない、この状態でむず、いや本当頭パニックってきた。あ、うん、こっちからとりあえず行くとここに出るんだよな、でそこで合ってるのだよね、これで例えばどかしたら大丈夫、そうだよね、閉まっちゃうよね、あ分かった、簡単だこれだ、ごめんみんなそういうことか、青別に付け替えればいいんじゃん、なんだなんだよなんだよ、もうそういうことか、あーびっくりした、オッケー、でで、ここか、あーびっくりした、なんだよー、すげえ迷っちゃったよー、あれ失敗、あれあれ待て、全然なんだけど、どういうこと、どういうこと、全然
あれ？なんでここから落ちて。あ、オッケー、いけた。よしよし。以前お伝えしたテスト規定の一環としてもう嘘をお伝えすることはできません。ん？テストが終了すればあなたは行方不明となってしまいます。え？何？行方不明になっちゃうの？どういうこと？いや、今のところちょっと手こずっちゃったな。すごいアホだったな。青なんか一発打ったらもう次打ち直せないみたいな変な、やっぱ固定観念ってダメですね。はい、ということで今回はこの辺りにしますか。次14からですね、13まで今クリアしましたので、じゃあシャープ3に続きます。また次回お楽しみに。さよなら。